同じメルセデス製なのにこんなに違うんですね。めちゃくちゃかっこいいです。皆さんこんにちは、自称レゴビルダーひらひら。はい、今回の動画はこちら、レゴスピードチャンピオンメルセデスの続きになります。前回の動画でこちらのプロジェクト1を組み立てました。 e パフォーマンスの完成度がめちゃくちゃ高くてとても良かったです。はい、今回の動画は残りの1台のプロジェクト1を組み立てます。はい、 e パフォーマンスの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではプロジェクト1を組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。このプロジェクト1の見た目めちゃめちゃかっこいいですよね。それと組み立てる時の変形もすごい面白かったです。はい、では今から付属するシールを貼ります。せーので、はい、完成、メルセデス AMG プロジェクト1です。おー、今回組み立てたプロジェクト1もめちゃくちゃかっこいいです。はい、付属するミニフィグを見ましょう。今回は女性ドライバーです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、 e パフォーマンスに付属していたドライバーのミニフィグと比べると結構シンプルです。後ろはこのようになっていて AMG はあります。で、今回付属するスパナなんですけど、なんと銀色パーツになってます。いつも付属するスパナって黒色なんで、こういった銀色のスパナって珍しいです。それとこのミニフィグはヘッドパーツを変えることができますので、はい、こんな感じで変えることができます。はい、ではドアップで見るとこんな感じで、 e パフォーマンスと違ってグレーが基調となってます。部分的に e パフォーマンスの色が使われています。横から見るとこんな感じで、後ろはこのようになってます。はい、では近くで見ましょう。まずここがフロント部分です。組み立てて驚いたんですけど、フロントのヘッドライトの部分なんですけど、これはプリントパーツとなってます。僕ここてっきりシールだと思ってました。そしてメルセデスのマークがあって、グリルの部分に AMG と書かれています。こういうところめちゃめちゃかっこいいです。はい、そして操縦席はこのようになっていて、操縦席の一部はシールで再現されていて、これなんだろう、もしかしてカーナビですかね。はい、続いてボンネット周りはこのようになっていて、ボンネットのこのパーツはプリントパーツとなっていて、この部分については一部シールで再現されています。後ろから見るとこんな感じで、実は組み立てて一番驚いたのはこちらのパーツです。はい、なんと使われてるパーツはこちらです。僕これ組み
立ててめちゃくちゃすごいと思ったのが実はこれで、こんな感じになっていて、ここを倒すと、はい、これめちゃくちゃすごくないですか。いや、これ考えた人すごいな。これは今後のレゴロボットに役に立ちそう。はい後ろの部分はこのようになっていて、ヘルランプは赤いクリアパーツで再現されていて、ここのワンとグリル周りは一部シールが使われています。裏面から見るとこんな感じで、こういったところもこのようなパーツでしっかりと再現されています。タイヤが付いてますので、このように転がし走行で遊ぶこともできます。それとこちらのプロジェクト1にはホイール交換ができますので、ホイールを変えることもできます。はい、それではミニフィグを乗せます。乗せ方はいつものスピードチャンピオンと一緒です。はい、ミニフィグを乗せてみるとこんな感じです。はい、では最後に大きさ比較いきます。まずは、はい、こちら裏缶スーパートロフェオと並べるとこんな感じです。ウィングの部分の作りがちょっと似てますね。続いてはこちら、はい、日産 GTR と並べるとこんな感じで、まあ、造形は似てはいないんですけど、ちょっと色的になんか似合うかなって思って GTR を並べてみました。はい、続いて最後は、はい、こちら前回作った E パフォーマンスと並べるとこんな感じです。同じメルセデス製なのにこんなに違うんですね。めちゃくちゃかっこいいです。ちなみに大きさなんですけど、 E パフォーマンスの方が若干大きいです。高さについては今回のプロジェクト1の方が少し高いです。レゴスピードチャンピオンの2台ワンセットなんですけど、若干高いんですけど、完成度と造形が高いので、これはめちゃくちゃいいと思います。はい、レゴスピードチャンピオンメルセデス AMG プロジェクト1はこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンメルセデス AMG プロジェクト1を組み立ててレビューしていました。今回組み立てたプロジェクト1なんですけど、めちゃくちゃかっこよくてとっても良かったです。今まで組み立ててきたレゴスピードチャンピオンと造形は若干似てます。ただ一番違うのはこのウィングの部分で、この部分のパーツの使い方がめちゃくちゃ素晴らしくてとても良かったです。それと前回組み立てた E パフォーマンスと並べると実際のレースの雰囲気が出ますので、すごくいいと思いました。今回2台ワンセット組んだんですけど、僕はこの2つの中でこちらの E パフォーマンスが好きです。あの F1 車結構好きなんですけど、実際の F1 車に近いように作られていてめちゃくちゃかっこよくてとても良かったです。ちなみに僕は今までレゴスピードチャンピオンの2台ワンセットを組み立てたのがこれで3つ目です。これ以外にもまだまだレゴスピードチャンピオンの2台ワンセットのセットはいくつかありますので、気になったものがあればまた買って組み立ててレビューしたいと思います。あの個人的にはそろそろ2台ワンセットに日本車が出るかなって思ってます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。